はい、どうもどこ翔平チャンネルのリーダーの翔平さんだぞ。ホストの最強のイケメン誰っていうの決めましょうよ。わー、お願いします。最近よくグループダンディでは8月にイケメンコンテストっていうのをやってるんですよ。あります。本当は誰がイケメンなのか、そうですね、グループダンディだけじゃなく全てのホスト界で誰がイケメンなのやっていきましょう。どっこいさんだぞ。イケメンホスト誰ですかっていうのを聞いてます。どっこい翔平さん。やったー、おー、まだやらせんなっちゃう。疑われる。疑われる。圧倒的です。うわー、やらせんなっちゃう。どうすか、ハングオーバーのレイさん。レイさん、嬉しい。イケメンホストグランプリやっております。なんか看板になってる人ですよね。リゾンのソラさん。イケメンホスト誰ですかっていうの聞いてます。歌舞伎町中のクリスタルのルリさん。おー、イケメンだ。イケメンホストグランプリやっております。お願いします。一目惚れした人。あ、もう絶対一目惚れ。おー、一目惚れ。ハクベンさん、絶対イケメン。あー、もう冬月の、はい、冬月 P2 のサスケさんです。前回は有名ホストランキングだったじゃないですか、はい、で今回本当にあの女の子の市場ありのランキングなんか結構分かんない方が若干多いっすね。確かにそうですね。めちゃめちゃ、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。本日なんですけど、イケメンホスト誰ですかっていうの聞いてるんですよ。お、出ました。お、あ、どうもすいません。あ、本人ですか。出ました。すごいすごい。まさかの。どこからの番組出なかったんですよ。あ、いいですか。どうも、はじめまして、天地生電話さんの。おー、正しいし、めっちゃ、そうです。どっこいさんの出たいなって思ってて、歌舞伎町新聞で一番尊敬する人みたいな、はい、なんかスーツポストだみたいな。どっこいさん名前入れました。ありがとうございます。赤のリストバンドで、親友になってください。親友になりたい。じゃあ、ちなみに聞いてもいいですか。イケメンだと思うホスト、2、3人パッと挙げてほしいんですけど。なんだね、どっこいさん。おー、出ました。ジュールの越前龍馬さん。うおー、あ、どうもどうも。そしてやっぱり、フルーツグループのスペアになっちゃいますから。うおー、もう。さっきも出ましたね。僕らあのクマプロチャンネルやってるんで、よかったらクマプロチャンネル、冬月グループのチャンネル。おー、宣伝。うわ、いいです、もうしっかり宣伝。めちゃめちゃ見させてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。イケメンホスト誰ですかっていうのを、まあ、名前上がる限り聞いてるんですけど、2、3人とかでも。さっきと、あ、トップ10のさっきと。おー、出ました。おー、お疲れ。アピーツのお疲れです。絶対イケメンの名前返して。はい、どうも。おはようございます。ホスト誰ですかっていうの聞いてるんですよ。2、3人ぐらい挙げてください。もう、おー、あのレッドの、もう、あー、あのレッドの吉田かけさん。うわ、じゃあレッドが好きなんですね。いいですね。もうサーガ系の男の子が好きなんで。どうも、忘れました。はい、どうぞ。あ、まだいたらしい。誰ですか。俺じゃない。俺じゃない。もういいです。もういいです。誰ですか。あの、たくまさん。たくまさん、全然違いました。以上、お二人が思うイケメンだなって思うホスト誰ですか。はい、サイバーリョウさん。サイバーリョウさん。うわー、やったーやったーやったー。子供めっちゃ綺麗な子供。じゃあ、ミキホってことですか。そう、ミキホさんね。やったー。でイケメンと思うホストよろしければ2人ぐらい。僕、ダントツで1人います。はい、奈良からシーエさん。おお、じゃあいいですか、聞いても。お兄さんや。うわ、怖い。おー、怖い。シブナツさんも1票入れますか。え、何を入れてほしいんですか。気持ち悪い。気持ち悪い。イケメンなホストを聞いてます、2人ぐらい。イケメンはどっこいさんなんですか。あ、どっこいさん、一番イケメン。どっこいさん。うわー、これ欲しい、これ欲しい。笑ったらいいよ。やっともらおう。ありがとうございます。イケメンホストなんですか、皆さん。アルテさん、アルトさん、LSP の、あ、アルトさん、うおー、どっこいさんだぞ。はい、どうも、終わりました。イケメンホストランキングやったんですけど、はい、まあ、前回で有名ホストランキングとかガラッと変わったメンバーの方がいっぱい来て、そうですね、面白かったっすね。ちょっと街歩いたらね、ツイッターで悪口書かれてて、ね、エゴさしてしまうみたいな、なんか、はい、ゴミだと書かれてました。ゴミ、開かないでください。あ、それはさっきと一票で出て入りましたよね。一票ですか。一票何人に、20人くらい。こんな人いっぱいいるのに、スイッチから引き下げやすい。じゃあ結果発表いきます、はい、第3位、しぶなつさんです。スーパー社長ですね。はい、冬月の。さすが。第2位です、はい、アルトさんです。うわー、出ました。最後の居酒屋で一気に票を取りましたね。6票、出ました。
はい、じゃあちょっとね場所は変わったんですが、はい、最後1位の発表ですか。1位ですね。よろしくお願いします。1位です。ドキ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 どっこい翔平。やったー。もう皆さん気づかって言ってくださいました。本当にありがとうございます。こういう形になりますが、はい、またこういうランキングにジャンジャンやっていくんで、はい、楽しいランキングよかったらね僕らに知らせてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ひとっこ見てください。ありがとうございました。どっこいさん、いつもどっこい翔平チャンネルをご覧いただきありがとうございます。一度は本物のどっこいさんを見てみたくないですか。そんな方はぜひ歌舞伎町のトップダンディ本店へお越しください。どっこいさんだぞ。このリストバンドを身につけて